里有バーディーファイン。やっはは。今日はこれやります。これとあともう一個ソフトやります。2本立てです。ぜひ見てね。最後まで見てね。よし、じゃあ始めるか。よいしょ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 。ちょっと取ってくるの面倒だから、後で。ダカダンダンダンダカダーン。後で戻せばいいかな、後で。ね。いつもは戻してるんだ、いつもは。いつもは戻してるんだ、いつもはね。いつもは戻してるんだ、いつもは。よいしょー。へぇー。ん？これは、水飴。これは、すもも。あ、なるほどね。なるほどね。ここを最初に取るのか。痛い手切れるかと思った。ゴミ箱が遠い。後で捨てよう。ネジが本当に後で捨ててるから。多分ね。これはね、こっから開けた方がね、開けやすいんだ。よいしょ。よーし。何が？あー、やべえ！びっくりした。あー、じゃべえって言った。あー、やべえ、めっちゃ硬え。そう、絶対これ一回混ぜるんだよね。じゃ、間違えたな。まあ、いいや。どうせプップさんが食べるんだし。どうせプップさんしか食べんから。ね。ね。あ、すごい柔らかい。見てこれ。2倍悪いな。よーいしょー、よーいしょー。怖い。これなんかポトって落ちないか怖い。見たか？これがスモモ飴だ。わかるか？あの、この前のラタイムシで食べてた、あの、スモモ飴って言ってたやつは、スモモ飴じゃねえ。いや、スモモ飴なんだけど、あれは。騒がしいな、向こうが。スモモ飴なんだけど、こっちが本物。水飴なんだよ、水飴。フルーツ飴のあれじゃなくって、水飴なの。あ、すげえ売れる。すげえ、すげえ、すげえ。よし、食べよう、食べよう、とりあえず食べよう。わ、やばい。懐かしすぎる。だいぶ覚えてないな。こういうマップがあったなっていうの覚えてるよ。さあ、今回やるマップはどんなマップでしょう。あやばい、ちょっと泣きそうになってくる。2003年か。マリオパーティー5スタート。いや、音とかが懐かしすぎる。スタート。はい、じゃあよし。最後にやったのは2013年らしいわ。あー、やばい、ちょっと覚えてないな。エミール。やばい、懐かしすぎる。まあ、今回やるのはパーティーモードなんですけど。あ、これもすごい好きだった。めっちゃこれ極めてたよ。すごいおまけモード何だったっけ、覚えてないな。これよくお世話になってたわ。
パーティーモードのチョール。音質が良すぎて耳が痛い。ちょっと下げます。ようこそパーティーモードへ。ここからの案内役はこのチョールじゃぞ。ルールは聞くんじゃない？ いえ。なんとなくわかるよね。ふむふむ、それではゲームの設定を始めるぞ。今回はバトルロイヤルで。ねえ、1。フップさんはね、ヨッシーばっかやったんやけどね、どうしよう。テレサでもいいけど、マリオでもいいけど、やっぱピーチかな。あとテレサ欲しい。あー、どうしよう。普通でいい。弱いはさすがにちょっと簡単すぎるかなと思うので、強いは多分ね、ボロクソに負ける気がするので。あとどうしようかな。ピノキオ、コクッパ、ワルイージ、ヨッシーにしようかな。さあ、これで、ここです。スイートドリーム。お菓子の夢から生まれた世界。ちょっと見てみる、説明。こっちはフューチャードリーム、未来の夢から生まれた世界じゃ。こっちはアクアドリーム、海底散歩の夢から生まれた世界じゃ。かわいい。アドベンチャードリーム、宝探しの夢から生まれた世界じゃ。レインボードリーム、空の夢から生まれた世界じゃ。トイドリーム、おもちゃの夢から生まれた世界じゃ。クッパドリーム、クッパの夢から生まれた世界じゃ。今回はこちらで、スイートドリームで。ちょっとね、簡潔に終わらせたいんだけど、10ターンじゃ短いかな。まあでも今回は10ターンでやっていきます。ヘンテコアクション、なんかいっぱいやりたいんだよね。あ、すべてがノーマルパックか。オッケーオッケー。で、ボーナスはあり。なしなし、ハンデはない。はい。やばい、懐かしすぎる。あ、ちょうど今ね、娘も座ってるからね、膝の上に。ねえ。ようこそ、スイートドリームへ。ここは、お菓子の夢から生まれた世界じゃ。どこだ？ケーキやキャンディーで作られたお菓子の国、そんな甘い夢を楽しんでいくのじゃぞ。それではまずプレイする順番を決めるのじゃ。9!5 か。まあまあだね。イエーイ！ヤッフー！ポポー！うわー、楽しみじゃな。なんかすげえ、なんか、ま、懐かしすぎる。ドンキーなんかあったよな。ドンキーのミニコング、ミニコングやない、ミニーゲームがあって、みたいな感じなかったっけ。さあ、このステージを選んだ理由はわかりますか？あ、そう、スターは20コインで交換ね。で、スターが多かった、すごいね。スターが多かった順番で、勝利が選ばれるんだよね。勝者がね。そうです。わかりますか？じゃあ無理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 。そっか、一番最初か。あ、懐かしい、やばい。あ、で、なんかちょっと、また言い回してちょっと忘れてたけど。プップさん、今日、誕生日です。イエーイ！いや、収録時は前日だから、厳密には公開日が誕生日なんですけども、そのね、プレミア公開のね、バースデー放送みたいな。ヘイ！ 10! おー、すごい！今年はなんかいけそうな気がするぞ。1000人まで。行きたいなぁ。何もらったんだろう。懐かしいなぁ。マリオパーティーシリーズはね、キューブの8で止まってるんだよね。なんかマイクの、マイクを使ったミニゲームが新しく追加されて、みたいな。
感じだったな。中学だっけ高校だっけいつやったかな、買ってもらったの高校な気がするな。パパさあ、このミニゲームでね結構分かれるよね。ぷくぷくアイランド、なんか覚えてるような覚えてないような。何、崩れてゆく空の島の上で落とし合いをします。最後まで生き残った人の勝ちです。A、B なるほど、ジャンプ移動、はいはい。地面がぐるぐる揺れ始めたら落ちる合図です。早めに避難しましょう。飛んでくるぷくぷくに注意しましょう。ちょっと練習していい？一回練習します。お、結構振動すごいな、コントローラーの。おーいおいおいおい、落ちろ、おー、こ、真ん中にいればいいんじゃない？でも、あ、ちょ、あ、嘘、ちょっと待って、面白くない練習。一回勝つまで。なんだよー。優しくしろよー。あ、でもジャンプできるんだっけ？確か。あ、できる。ジャンプで逃げとけばいいんじゃない？あ、これジャンプいいじゃん。なんで今ピーチ転んだ？なんか。やばい。蹴られてる。あ、怖い。むずい。これ本当に普通？これ。なんか。あー、ちょっと待ってー。だから、なんで一番最初に死ぬ？あはははは。イエーイじゃない。難しい。ちょっとこれ。わかんないからスタートしちゃう。練習なし。あ、練習じゃない。練習じゃなくって、本番行きます。あ、ちょっとレイラ。ジャンプ。うん。おー、始まってる。なんで落ちたあいつ。あ、怖い。あんま動かなくていいんじゃない逆に。あ、じゃあ危ない。ちょ、早くみんな、誰か死んで、早く死んで。早く落ちて。ピーアンパンマン。よっしゃ。アンパンマン、アンパンマンではない、今のは。今のマリオだよ。マリオパチしてた。やったー、勝った。本番で力を発揮するタイプだね、ぷくさん。やだ。やった、23コインだ。これカプセルなんか有料じゃないんだね。無料なんだね。あ、無料なんだよね。どうなんだろう。あ、なにこれ。何するの。あ、これ、あれだ、通りすがる人のお金を取って、そのマスに取った人に、あげますよってやつだ。ちょっと見ていい？マップを見ます。ここでぐるーって行ったらええんか。スターの位置は？スターの位置。結構遠いな。あ、ここに行けばいいんか。え、でもこれは、どっちに行く？選べるんかな、ここ。わからんな。とりあえず使わずに行きましょう。はい。さあ。あー、お金減ったー。もう。あ、ちょっと待って。あ、でも足りないから大丈夫。ふぅ。やっほー。いいね、みんな。ちょうどお金足りないよね。あ、お前もか、よし。良いじゃないか、よしーちゃんが。お、よし、仲間だぞ。一緒にマリオを倒そう。あ、なんだっけ、これ。知ってる？バスじゃない？これ、バス掃除するやつじゃない？あ、そうだ、ほら。クリーナーを操作して、車かまでも。綺麗にしましょう。先に車を綺麗にしたチームの勝ちです。
はい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 。勝手に回転し続けるまで上手にサーサーしましょう。これはね、コンピューター結構ね、微妙なんだよね。なんか、でもこれは本番でももう練習なしでいける気がする。よし、やるぜ。あー、汚い。あ、違う、これ逆だ。やばい。逆か、逆パターンか。やばい、これ、あかんな、これ。よし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 、いい感じ、いい感じ。残しちゃいけんのよ、残したら。おい、よし、何してる？よし、何してる？よーし、ちょっとギリギリだったんじゃない？一回練習、いや、でも勝ったからいいか。しといた方が良かったかなって思ったけど。よしよしよし。よし、一気に上がったね。よかったね。よかったね。ね。かわいい、うちの子、うちの子、うちの子、うん、うちの子、うちの子、うん。この音楽も楽しいし、なんかケーキも美味しそうだし。うん、使わない。あと、果てな、しょぼい。これじゃあ取られちゃうヨッシーに。お前もしょぼい。かわいそうに。あ、使うのか。あ、使うときにお金払うんか。なるほどな。でもそれだったらそのままスターのとこ行ってもいいね。意味ないよ。お金足りないんだから。足りない。ね、足りないよね、あんなんじゃね。足りない。頭使わんといけんね。あ、そっちに行くんじゃ。我慢。あんた、ママちゃんに満足したならあっち行きますか？あらあらあら。じゃあ、今度からキノコ使っちゃおうかな。ででうん、4人でミニゲーム、はいはい。トリプルジャンプ。なんだっけ。あー、なんかあったなー。難しい、これ。一人ずつ三段跳びをして飛距離を競います。ジャンプ中にボタンを連打か。そうか。連打で飛距離が伸びる。ジャンプごとに押すボタンが変わります。うわ、難しい。これ練習しよう。ちょっとこれは、抱っこしながら無理かもしれんな。ディラ、もうちょっと、行く？あ、しまい。あ、しまい？はい。じゃあまたね。じゃあギューってして。ギューは、せーの。ギューおいで。うーしょ。はい、娘を隣の部屋に、置いてきました。おもちゃの多い部屋ね。よし。最初は A。え、やばい。ちょっともう一回やろう。あ、ちゃんと連打せんといけんのじゃん。A、B、A ね。OK、OK。A, B, A, OK。 あ、いいじゃん。OK, OK, OK, OK。 勝てる。っていうか、ニューレコードと叩き出してたよね、今。いける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 。しくらなければ。A, B, A ね。よし。勝てる。気がする。最初は A ね。どうだ？
わかんない。あ、さっきよりなんか低いんじゃない。まあでも勝つか。他の人らに勝ってばええ。ちょい、お、指めっちゃ痛いな、これ。連打久しぶりにやったかもしれん。B がなんかあんま伸ばせんのやな。どこどこやな、お前ら。こったぜー。いや、いいね。楽しいね。やったー。やったぜ。あ、A ボタンね。え、めちゃめちゃいいじゃん。やる。プープーさんやる。よいしょ、よいしょ、よいしょ。さ、みんな置かれないね。よーし、任せろ。プップミルクが取ってやる。ピー。血統、あ、ちゃんと何当たったかとか見れるんだね。よし、プープさんも使っちゃおう。いけ。カマワン、カマワン。38コインもあるんだ。さあ、使いたまえ。いきます。おー、まあまあいいんじゃない、まあいいんじゃない、うん。はい。ペー。呪いのキノコ。いいね。そりゃこっちに決まってるでしょ。よし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 。あははははは。はい。やったー。それでも2位かい。スターが、減っても2位って。よーし。え、もうすぐそこじゃん。すぐそ、あー、でもそっち行くんか。これは頑張るしかないな。8。あー。かわいそう。ちょっとしかもらえないね。あ、逆か。通過するんか。そうやな、通過やな。止まらんともらえんのよな。あ、ドンキーじゃん。よいしょ。うん、ダーンティティ。これ私もやられるんかな。それともマリオだけかな。マリオだけじゃな。あ、いいじゃん。頑張れよ。でもあんまりコイン取られるの嫌だな。あ、待って、私もじゃん。私、人のことやと思って。バナナの皮を避けながら。へぇー。あれ、間違えた。間違えた。次のあれ読もうとしたら。練習に、練習でたくさんバナナ取っても面白くないんだよ。あ、そうさ、はいはい。小さいバナナはいて、あ、はいはい。それだけか。よし、じゃあ今度は本番行きまーす。よし、いっぱい取ってやる。ああ、よいしょ。これはなかなかむずい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いいね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 、よし。ああ、難しい、なかなか難しい。なかなか難しい。ああ、でも一回結構取れた。おお、18も取れた。あ、娘もなんか楽しんでるようですわ。よかったね。75。いや、みんなももうスター取れちゃうよ、これ。あれ、ヨッシー取れちゃうんじゃない次。あー、ヨッシー取れちゃう。まあね。まあね。ええやで。私の周りが光ってるってことやな。あー。取られちゃった。まだまだ私の方が上やけどな。思い出した。これや。え、めっちゃプーみたいな。何とかよくわからん。かわいい。またそんな最初からになっちゃった。リントリントリン。いや、楽しいな、マリオパーティー。
アクションゲームとかじゃないから笑いどころはあんまりないかもしれんけどさ。日本語おかしいな。豆の木ジャンプ。はい。あー、やった。これちょっと、あのね、なんだっけ。あれを覚えとかんといけん。どこが今度、カッパ出るかっていうの。練習。これを覚えなきゃね、1位にはなれん。と思う。ぼーん。懐かしい。うわぁ、ちょっと、覚えてないからなぁ。あれ？あれ？見えづらい。あ、これ、特に天井とかないんじゃ。あ、はいはい。じゃあ、いけそう。よし。本番いくよ。簡単だね。よし。もうね、覚えてない。あ、怖い。やばいやばい。ほい。はい。やばい、これ黙っちゃう。黙っちゃう。さっき宇宙まで、あ、行ってるね、一応。ああ、落ちちゃった、落ちちゃった。クークーク、落ちちゃった、落ちちゃった。クー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 。まあでも、勝てたらいい。ああ、ギリじゃない？ヨッシーと近くない？危なーい。落ちちゃったのがいけんかったな。まあいいや、勝てたなら。よし。ケーキ美味しそう。なんか本当は実写でホールケーキ食べよう1時間みたいな撮ろうと思ったんやけど、なんかそれ面白くなさそうと思って、私、丸々一個食べるのしんどくないみたいな。あ、ここで銃出るんだ。でね、あの、なんか、生放送だからさ、リプを見るわけ、生放送じゃないから、リプを見るわけでもないのに、1時間も実写で何すりゃええんと思ってやめた。どこだ？あれ、どこだっけ？あ、そっか、そこに行ったんか。ほいならここに行くしかない。よしよし、よしよし。お、お前も銃か、さすがパートナー。何これ。あー、そう、これでもゼロになったらどうなるんだっけ。覚えてないなぁ。ペーさあ、よし、12か。あ、そうか、スター取ったから12なのか。コイン。ポンパ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 ン。おぉ？怖い。ああめっちゃ羨ましい。これ最初にスタート地点に戻されるんやない？この、このハテナ、なんつう？ハテナマス、ハテナマス。これ行きたい、私も。ハテナマス楽しい。あ、恋人と、ペアだ。パップップパップップニック、違う、ショットでキャッチ。パニックピンボールって読もうとしたんだけど、全然、読めんかった。あ、これか。これも覚えてるな。難しそう。ピンクの木の実は1点、黄色の木の実は3点。練習。さあ、どっちが打つ側で、どっちがあの拾う側なのか。私が拾う側だ。何？はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい。あ、ちょっと、難しい、これ。ちょ、わかんない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 。もうわからん。あ、ちょ、わからん、わからん。いい、いいんじゃない？いやー、ダメだよ、そんなの落としたら。
あ、金、金落とせ、金落とせよ。わあ、金が黒くなっちゃった。ああ、落としちゃった。待って、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 待って。じゃあ、これ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 。これ、これ、これ。あ、私、拾う側じゃなくて、打つ側がいいな。あ、でもいいか、とりあえず勝ったわ。綺麗、今の。キラキラ、キラキラ、キラキラ、いい駅だって。でも、本番でうまくやらんとな。練習でうまくいってもな。よし。たっ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 た。よし、任せろ。はい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 。よし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 ラスト5ターンだ。あ、やっぱり。そうだ、ラスト5ターンだったらなんかいたずらしてくるんよな。ガハハ、クッパ様だ。いよいよ残り5ターン。準備はどん、順位はどうなっとるかな ?1 位、ピッチ。2位、ヨッシー。3位、マリオ。テレサ。なんだ、このままではピーチの優勝じゃないか。それじゃつまらん。そんなのマリオパーティーらしくないじゃないか。考えてくれとるん、そういうの。優しいな。いいやつやっけ。というわけでテレサよ、お前に大逆転のチャンスを与えてやる。わずかな力を振り絞ってルーレットを叩くのだ。あー、なんかなんだこれ。よし、全部のマス、全部の赤マスだけがって方じゃなくって、全部のマスがカプセルイベント。はあ、これで結果もわからなくなってきたぞ。ガハハ、大変じゃ。クッパのいたずらで全部のマスがカプセルイベントになってしまったぞ。さらに同じマスに二人止まると決闘が始まるんじゃ。これは大変じゃ。負けずに頑張るんじゃさ。ほんとだ、なんか怖いことなっとる。うわ、上書きしとる。あ、決闘にした。さあ、どうなるかなあ。あ、いいな、またハテナマス。サクサク。あ、美味しそう。食べたい食べたい。あ、この場合は別に血糖マス、血糖ってわけじゃないんだね。なにこれ、やだ、そんなのいらない。待って、ちょっとマップだけ見ていい？全体？あー、こういうことか。なるほど。私ぐるんと回るんじゃ。あー、え、なんかどうやって行くの、あっちまで。ん？え、どうやって行くん、そっちに。あの、あー、なるほどなるほど。じゃあ私行けんじゃん。1とかがいいな。うん、だよね。あー、そっちに行かんといけれんのじゃん。マジか。あー、ハテナじゃないし、しかも。なんだ。コインを交換。え、やだ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 、ちょっと、え、待って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 、マリオだ、せめて、せめて待って、おー、キャーマジかよ。なあ、私のコインが。おぉ、ムカつく。いいじゃないよ、もう。もう、返して。コインスターが。え、やばい、負ける、こんなんじゃ。スター取らなきゃ負ける、ただひたすら。やだ。やだ。楽しくしたいのに。なにこれ、なにこれ。え、ちょっと待って、ちょっとみんな、ちょっとお金あるやつの場所に行かった。どこ行く、どこ行くじゃ。これこれこれ、そこを叩くじゃない。ネイラ、ダメ、危ないよ。
マジテレサを恨むよ。もうやだ。なんだかそれは。もう何かわからんよな。何？え？あ、びっくりした。マリオか。もうお金ないもんね、なんか。これ何をもらうん？これ。お金か？あ、それか。それぐらいが良かったなぁ。あー、私の頑張って集めたコインが、コイン。なんでもええ。ラッキーコインマシーン。なやそれ。あー、これすごいあれじゃん。運試しじゃん。レバーを回してカプセルを出します。何か出てるか、出てくるか、お楽しみ。やべ、練習押しちゃった。そう、練習なんかしても嬉しくないよ、こんなもん。戻れ戻れ。ごめんごめんごめん。この次へにやろうとしたらね、練習をしちゃうんだよね。レバーを回す。制限時間内に、はいはい。タイミングとか決まってんのかな？なんか一番最後に回すのがいい感じもするけどね、わかんないんだよね。わかんない。コインじゃない？パッと見コインじゃない？ちょっとテレサまた多いんじゃない？コイン。コインが100いった。私のもともと持ってたコインであいつ100コインまで行きやがった。ふざけんな。あー、やばい。なんとかして負けてくれんかな。あ、金もらえるじゃんこれ。あ、ピーチ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 、よっしゃー。おかえり。おかえり。あー、楽しい。いやー、マリオパーティー楽しいな。よし、じゃあやるか。チー、変なところに止まるなよ。ペークリボー。あー、そうなんだ。使わないともう取れないんだ。何ここ、何。あー、そうかそうか。でも大丈夫。はい、こっちで合ってます。あははは、楽しい楽しい。運が良すぎんか。はい。あー、それでも98もなかってる。いや、金持ちっていいな。さすがお姫様。さて、次に目指すスター、そこじゃ。あー、なるほど、なるほど。近いね。え、だいぶ近く、だいぶ近くない？何これ？えー、やばい。そんなに、何？なんかもうめっちゃ運使ってるじゃん。大丈夫かな？誕生日当日大丈夫かな？あ、でも取られちゃう。あー、スターが取られちゃう。まあいいか。マリオかわいいな。マリオでもさ、ひげ生えてるからみんなおっさんって言ってるけど、確か25歳とかじゃなかったっけ。あそこまで行くのはもう無理かな。なにこれ。え、あ、まあいいよ、別に。どっちも持ってねえじゃねえかよ。私しかカプセル持っとらん。さあ、勝敗はどうなるかな？うん。あ、まただ。またハテナマス止まっとる。私一回も止まってないのに。だいたいさ、このケーキのさ、ショートケーキのこの間に挟まっとるイチゴもハートっていうのが可愛いよな。いや、ほんと誕生日にちょうどいいよ、このステージ。4人でミニゲーム。ギリギリワンワン！ビリビリメール、ない。なんか、イライラ棒みたいな。あ、出た！あったな、そういえばこういうの。うわー、でもなんかちょっと怖いな。移動だけか。電気の迷路は不規則に形が変わるので注意が必要です。練習でちょっと一回やってみよう。うわー、どこ。いやいた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 。うわー、怖っ。
逆逆。よいしょ。ちょ、早い。嘘やばい、やばい。今回やばい。ちょっと、もう一回練習しよう。もう一回練習しよう。ね。ね。ね。負けたくねえ。いや。ほい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 。あー、ビリビリビリ。よいしょ。あ、よし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 。よっしゃー、よし、今の感じやな、今の感じ。結構進めばええやな、オッケーオッケーオッケー。見てた今のプープさんのファインプレイ。ちょっと喉がちょっと疲れてきちゃった。どっちだ、いけ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 、はい、開いたー、なんとこだ、あ、よし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 、はい、なんだ今の。よし、一人勝ち。残り3ターンか。でも何が起こるかわからんからな。やだ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 、全部取られるのかな、あ、違う、これ全部植えられるんやね、これ。あー、でもいいよ別に、私キノ、あの金色のキノコついとるから別にいいよ。でも何持ってたかわからんな、呪いのキノコと、あと何持ってたかな。よし、次は私だ、いっぱい出ろ、いっぱい出ろ、微妙、10!7 か、まあいいんじゃない、でも、いいんじゃない、なになに、あー、あー、怖い。はい、ここでみんなもらえるのに、なんでそんなさ、カプセル持ってないの、みんな、なに、今度はなに、あ、待って、ちょっと待って。スターの場所覚えとらん。あ、ここ行けばいい。あ、でも待って、ここ一回ぐるーんと回るんか。はいはい。ここに行くしかない。ほい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 。ほい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 。え、ここハテナやん。ハテナじゃない。赤マスやん。何ここ、なんだっけ、なんだっけ。ああ、それ、これこれ。お待たせ、お待たせしました。キャンペーンってやつや。どうしよう。何をかけてくれるのかな。マリオかな、やっぱり。あ、スター。やばい。コインにしよう。ビビリだから。50枚とかでいいんじゃない？あ、46枚でいいじゃん。それで勝てばいいんや。あれ、なんかもっと V 剣。はい、ポンポンポンって何？ 46、 よし。さ、一問なしだな、マリオ。ふふふ。はははは。あー。ギリギリカウントダウン。え？何やっけ、これ。なんか知ってるような。あー、これか！ヒップドロップでスイッチを押して0秒になるギリギリのタイミングで。あー、なるほどね。ええね、オッケー。ヒップドロップは時間差が出やすいので早めに狙いましょう。練習。うわー、怖ー。これ調子に乗ってるとダメやな。7、6、5、4、3、2、1。あー、こんな感じか。なるほどなー。なるほど、なるほど、なるほど。よし、わかった。よし、わかった。ちょっと怖いけどな。よし、もう一回。もう一回っていうか、今度は本番。いきます。あ、やばい、怖い。8、7、6、5、4、3、2、1。あ、すげえ！すごくない？これならスターでもよかったかも。すごい、プップさん、すごい。すごいじゃん。0.1 秒ってやばいな。
すごい答えになっちゃった。ごめんね、マリオ。ゲームだから。ね？ゲームだから。あ、かわいそう。一問なしな。ゼロ。まだか。さあ、どうなるかな。ヒュン。ゼロ。来た。どうなるの？どうなる？それだけ？コインとかなくなるのかな？あ、これ私がさっきさ、もらったやつだよね。でも今、お金ないから、なんとかしてお金増やさんと、それもらってもいい。いつ？まあ、なんでもいいよ、もう。あ、そう、かわいそう。あ、あれめっちゃいいやつじゃん。確か。あ、チャンプ、チャンプじゃない、チャンスカプセルって書いてる。チャンプチャプセル。チャンプカプセル。ん？チャンプ、チャンスカプセル。もうわからん。なんだ。くねくねレース。あ、ちょっと覚えてるような、覚えてないような。なんだっけ。あー。これ3人だと遅いやつだ。1人の乗り物は滑りやすくなっています。なるほど。レース。さあ、どうなるかな？私が先頭じゃん。待って、難しい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 。あー、なんだ、びっくりした、お前か。でも今んとこいい感じなんじゃない？今ん、あー、おい、マリオちゃんとしろ。あー、ごめんごめんごめん。すまんね。ま、あ、でもこんな感じね、わかった。ごめん、また私だった。テルサが一番優秀。はい、スタート。いや、真ん中いいよね。なんか真ん中ってやりやすいイメージがある。イメージね。イメージがある。よし。なんか、マリオパーティーのさ、おー、危ねえ。私、先頭じゃなかった。マリオパーティーのあれってすごい、ステージか可愛いよね。曲もなんか楽しいし、総合、おい、テルサ。総合的に見てさ、なんか、最高だよね。よいしょ。ああ、私、やばい、負けてる。さっきと比べて負けてるよ。やばいやばい、負けたくな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 い。急げ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 、いい感じ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 よ、超いい感じよ。待って待って待って、ちゃんとちゃんとちゃんとやろう。よし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 。はは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 。勝った勝った、やった。フップさんのお金がとんでもないことになってる。人の身長ぐらいある。はあ、5ターンだけど、あ、じゃない、10ターンだけにしたけどさ、もう収録時間が46分とかないよね。結構疲れるな。10ターンとかにしといてよかった。え、交換？私なんか持ってたっけ？何持ってたっけ？で、私に戻ってくるみたいな、それはないか。ヨッシーのやつが欲しい。はい、あの、ヨッシーのカプセル。あ、9だ。ハテナマス止まらない子に、スターは？あ、目の前じゃ。女ここに決まっとるが。てー。え？ママミヤだよ。え、どうすんの？え、どうなるの？な、あ、ちょっと、ぺったんこやん。ぺったんこやんけ。え、最悪だ。あ、クッパバスが増えたってだけ？それだけ？終わり？踏まれただけ？まあいいや、踏まれただけなら。よっしゃー。待て待て、一人勝ち。一人勝ちすぎんか？いや、でももうみんな、
もう狙えんじゃろ、さすがに。あ、やべ、狙えるな。ヨッシーが狙えるな。でも13だ。なんだ。土管で入れ替わるライバル。マジで？ヨッシー！ヨッシー！やばくないか、ちょっと。お金ちょっと貯めすぎじゃないか、さすがに。あ、でもやばい。あ、でも大丈夫だ。こいつが行ったところでお金ねえんだ。絞り取っといてよかった。すげえ悪い女感出てる。ははは、君が言っても仕方ないんだ。よかったよかった。自分に使わないの。もうもうマジかよ。コインスター返せ。あ、何？え、かわいそう。私のコイン返してくれ。マジかよ。ブルブル兵法探し。なんだっけ。あー、振動より、振動を頼りにバケツの中のゼンマイ兵法を探しましょう。一番早くゼンマイ兵法を3匹見つけた人の勝ちです。間違って違う振動のバケツを持ち上げてしまうと、ボムヘアワンワンに攻撃されてしまうので注意しましょう。練習で。あー、やばいな。喉がしんどい。全部振動してるように見えるけど。わかんない。わかんない、ちょっとマジで。やばい、一層も当たってない。わかんない、何これ。あ、こんな感じ？違う。あ、違う。なんだよ。わかんねえよ。わかんない。あ、やばい。わかんないから、もう一回練習。トン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 。このトン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 っていうね、振動が違う。これ違う、わかんない。あ、よしよし。違う。これ、あ、違うんか。やばい。これなんでやねん。違う。これ、なんで？わかんない。あれ。あれ。おかしいな。よし。本番。負けてんだけど、大丈夫か？このブル、ブル、ブル、ブルって感じ。違う。これ。違う。これ。よし。違う。これ。よっしゃー！見た？みんな。やっぱり本番で行くねえ、プープーさん。あれ、なんか4匹いなかった？ 3 匹じゃないの？やばい、喉痛い。ラストターンか。あぶねー、あぶねー。なんだっけ、あいつのところに。なんだっけ、クッパー。もう、あ、でもお金ある。待って、お金ある。そっか、勝ったからお金あるんだ。
やった取れる。よかった。よかった。コイン全然なくなっちゃったけど。コイン交換してくれんかな、もう一回。返して、コイン。さあ。あ、ちょっと何か、な、どこそれ、何それ、どうすんのそれ、何、何。え？最悪だ。え、それでお金さらに引かれるんじゃろ？え？でもお金ないから、もともとお金ないから。あえー、マリオお金交換してよ、返してよ。返して、くそー、はてなマス止まりやがって。欲深だな、プップさん。もうスター4つ取ってるね。もう勝ち組なのに。それなのにコイン返してって言ってる。でもあれ、私が頑張って集めたコインだもん。お待たせしました、キャペーンだ。え、しょぼ。そんなんいらんが、そんなんね。デュエルだから私別に参加せんし。カットなのかな？カットじゃないんだ。ただひたすら見るだけか。よし、じゃあ実況してやろう、まさに。さあ、始まりました。ビリビリなんとかゲーム、スタート。さあ、ヨッシー選手、ヨッシー選手、テレサ選手、真ん中に集まった。さあ、同じく、一緒に行動している仲良しです。仲良しです。さあ、どちらが勝つんでしょうか。あ、バラバラに、バラバラになりましたね。はい、実況が向いてないことがよくわかりました。はい、ヨッシー選手、ビリビリ、勝者、テレサ。こんな感じかな。ひどい髪用だったけど、こんな感じでいい？はーい。はーい。なんだ。まあ、それもういいが、もう誰もカプセル持ってないし。返してくれんかな？返してくれんかったね。くそー！このコイン叩きとチームだなんて。ぷくぷく潜水デイ。なんだっけそれ。一人はレバーを操作して潜水艇を前進させます。もう一人はただ休みます。レバー操作は交代でできます。え？同時に押す。え？同時に押せばいいの？え？そんなん私がずっとやればよくない？目と口を動か、やらなくてよくない？レバーを操作する人は疲れたら休んでいる人に交代しましょう。へぇ。私がずっとやればいいんじゃない？これ。お、交代しろ！私と交代しろ！目動かすしかない。よし、じゃあ目と口動かしとくか。はい、パクパク、パクパク、パクパク。やばい、遅い、遅いんじゃない？ちょっと待って、よしよし、来た。え？待って。どういうあれで動かしてんの？あ、結構早く動かせばいいな。あ、じゃあこうすればいいの？ただ単に。あー、なるほどね、なるほどね、なるほど、なるほど、なるほど。あー、ちょっと間違えちゃった。わかった、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 やり方わかった。よし、じゃあ。あ、パッターアパタン仕事だよ。アパタンってパパちゃんのことね。よし。任せろ。早く動かせばいいんだな。はい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 はステージ可愛いな。
あ、もう終わりじゃん。でも私コインスターもらえんのじゃろう、これ。コインスター。ああ、10コイン。ボーナススター、ミニゲーム、あ、そこは私じゃない。ミニゲームスターで、なんかコインをたくさんもらった人は誰ですかってやつやる。ピーチじゃー。あー、コインスター、私だったのに。私だったのに。くー、くー、くー、くー。あれ？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 ハテナマス、私と、の、止ま、一個も止まってないからさ。あ、ヨッシーなんだ。いいなぁ。私もケーキでカットされたかった。こんなんもう、私しかいないじゃん。かわいそう。やったー、やったー。いや、ハッピーバースデートゥーミーだよ、ほんとに。ふさわしい勝利になったね。一人勝ち。え、これは何？最後に持っていたスターの数。うん、最後に持っていたスターの数は、そうだね。え、ミニゲームの中でコインを集めた数。こっちはコインを一番多く持っていた時の数。あー、そういうこと。確かにそれは私だわ。おー、なるほど。で、テレサとマリオは私のおかげで一時的にコインがめちゃめちゃ増えたぞと。でも私に帰ってきたりとかしたから、みたいな。なるほどね。ミニゲームで100コインも集めたんか、すごいな。ほら、私一回も止まってないよ、ハテナマス。て、クッパマス一個も止まってないわ。なるほどね。で、これがその時のスターのグラフ。テレサかわいそうだな。やばい。ピーチの右上がり具合がやばたにえ。うん、まあ、マリオはね、これ最終結果でスターもらった時の、だからグイッと上がってんだよね。やばいね。ああ、楽しかったね。いや、本当に。誕生日にはね、ぴったりなプレイだった。はーい。マリオパーティー5ね、ゲームキューブのね、久しぶりに遊べて楽しかったです。はい、じゃあ続けて、次のゲームに行っていきましょう。あ、え、なんか長袖じゃん。え、かわいい。え、カーディガン？セーター？どっちでもいいけど、お花のなんか、アプリケみたいなついてる。アプリケって言わんか。なんかついてるね。皆さん、こんにちは。ただいま、わたあめとんの時刻は2020年11月5日木曜日。で、チューミンプップさんの、イェイイェイ、プップミルクさんの誕生日でいいね。やった、おめでとうだって、ありがとう。では、本日も新しい。楽しい一日になりますように。間違えちゃった。わぁ、びっくりした。わぁ、髪ボサボサ。半袖やし。待って、グミちゃんがいる。プップ、私ずっとお待ちしていたんです。え、まさか。11月5日になってから、この16時間ぐらいずっと待ってくれてたの。さあ、一緒に来てください。です。え、待って、着替えしたい。待って、着替えたい。え、着替えた、あ、入っちゃう。入っちゃうんだ。あー、もう強制的に。あー、そうなんだ。うわー、ハッピーバースデー。ありがとう。うふふ、驚きました。お誕生日をお祝いしたくって、皆さんと一緒に準備したんですよ。ありがとう。プップにろうそくを消していただきたいので、ケーキの前で、ん？ケーキの前で A ボタンを押してください。です。やばい。ちょ、泣きそう。私ね、初めてなんだよ。なんだっけ、あつ森、動物の森でさ、やるの。こうやって、バースデーのね、イベントすんの。いきま、せーの。ふー。やばい、嬉しい。保存しよう。あ、保存しよう。
それではこれより私たちだから、噛みすぎる。私たちからのプレゼントをお送りします。です。皆さんと一緒にご用意いたしました。いたしましたとは言ってない。しました。気に入ってもらえたら嬉しいですけど。あー、ハッピーバースデーブッブー、ありがとう。すごい嬉しい。プレゼント、後でゆっくり見てくださいね。そうだ。この後は誕生日会を記念したゲームをするので、ちょっと準備させていただきますね。え、そんなの、え、わ、え、こんなんなんだ。知らんかった。え、待って、でもこれね、外国のやつであるよ。なんか、羊だったっけ？羊のやつを叩いて、中からお菓子が出てくるってやつ。外国のなんか、見たことあるよ。それかな、もしかして。天井をご覧ください。私たちで作ったピニャータです。ちょうどいい高さにぶら下げられました。中にはちょっとしたプレゼントが入っていますけど、何が入っているかは割ってからのお楽しみですよ。棒を渡しますので、これで叩いて割っててください。ああ、やっぱりそれから。あの、外国と やつの一緒なんだね。ああ、そうなんだ。ちょ、鼻水出てきた。はい、お待たせしました。心の準備ができたら私に声をかけてくださいです。ちょっと話しかけていい？ピニャータよくできてると思わない？私も作るの手伝ったのよ。たわいよ。ありがとう。嬉しい。この時のためにうちらあのピニャータを作ったんだよ。遠慮なくやっちゃいな。やねー。嬉しい。じゃあ、話しかけちゃおうかな。心の準備できましたか？では、早速始めましょう。ぷっぷ、ピニャータの下へどうぞ。どうするんだ。スタートの合図でピニャータをたくさん連打とかでいいのかな。絵を素早く思いっきり連打すると上手に、あ、そうなんだ。よし、じゃあ、頑張って絵連打するよ。さっき、あの、マリオパーティー5で連打した、してきたばっかだから。それじゃあ行きます。よーい。おー、うわー、どうだ、どうだ、見れてない、待って、見れてない、おー、ちょっと絵ボタンがちっちゃい、絵ボタンがちっちゃい、おー、え、なんか出てきた。何これ、カップケーキ？わー、すごく上手に割れましたね。ちょっと一生懸命ガガガガってやすぎて、もう画面全く見てなかったんだけど、どんなやったのかな。後で見よう。中に入れたプレゼントたくさん出てきましたよ。入っていたのはバースデーカップケーキでした。ああ、やっぱカップケーキなんだ。嬉しい。かわいい。見た目もかわいい。え、あれ、あれ、あれ、一個だけになった。一個だけになったぞ。では今日の記念にバースデーカップケーキお持ち帰りください。待って待って、全部くれ。欲深い。たくさんあるので食べきれなかったら他の人に、え、あ、全部もらえたのかな？お裾分けするのもいいですね。年に一回のお誕生日の記念ですから、皆さん喜ばれますよ。さて、お誕生日会のプログラムはこれでおしまいです。ここからは私たちとおしゃべりして楽しく過ごしましょうね。です。あ、なんかあんの？あ、10個ある！あ、そうか、まとめてか。ちなみにプレゼントは？あ、バースデーテーブルだ、嬉しい。なんでこんなにいっぱい荷物持ってんの？あー、なんか、聖地っていうか、なんていう、島作りの途中だったんかな。よし、じゃあ話していこう。シルビア、ここの飾り付け、器を手伝ったんだよ。これでパーティーも盛り上がると間違いないしさ、イエイ。やった、ありがとう。本当にある。すげえルール、そんなキャラだ、そんなキャラだったっけ、びっくりだわ。バーベンさん。プップさんの、プップミルクさんの新しい一年が実りのあるもの、実りあるものになるよう楽器がね、なんか踊りしてるわよ。だよね。うん。ごめん、なんかめちゃめちゃ噛んじゃってさ、いつもなんだけどね。いつもなんだけどね。あ、なんかちなみに。なんか、初めての誕生日的な感じで、なんかポイントもらえるのかな？ 1 万ぐらいもらえるかな？欲深なんだよ。あ！いくら？あ、2000円だ。ありがとう。今日だけは店のもの全部タダだから好きなやつ持って帰ってなとか言ってくれればいいのにね。これからの一年が素敵な年になるといいですね。で、そうだね。今年で1000人とか行ったらいいよね。チャンネル登録者とかね。ファンとかグググッと増えたら嬉しいよね。あとね、私ね、ファンアートね、書かれたい。書かれたり作られたい。あれ、すごいね、憧れなんだよね。私も着替えたいけどさ、ここで
着替えられないよね。出たらもう元に戻っちゃう？ねえねえ。あ、グミちゃんとまだ話してない。準備している時も本番もとっても楽しかったです。いやー、私も楽しかった。ありがとう。うふふ。お祝いする側なのにすごく楽しんじゃいました。ディッシュ。あー、かわいい。なんてかわいいんだ。ちなみに同じこと喋るかい？あー、楽しんでくれてるかい？うちは楽しいけどさ。なんて言ったってあんたが喜んでくれるのが一番なんだからな。やね。ありがとう。もう一回話そう。あ、違う、やばい、やばい、ちょっと今、マザーのボタンを押してた。話すときさ、マザーさ、なんか、L ボタン押さん?L ボタン押してた、一生懸命。待て待て。こうして1年、また1年と年を重ねていくのね。なんだか感慨深いわ。とはいいよ。ガイは、あの、ひらがななんだね。あ、待て、やばい、間違えた、間違えた。会話は A だよ。うふふ、今日の誕生日会、結構前から準備してたんですよ。喜んでもらえたら嬉しいです。嬉しいよ。え、どうしよう、出て行きたくない。出て行きたくない。てか、格好もちょっと、ね、着替えてからね、ここに来るべきだったよね。ちょっと前の日とかにずらしてさ、知らんかったらそのまま連れて行かれるって知らんかったから。え、嬉しい。本当にありがとね。じゃあ、そろそろ出てくか。本当にありがとね。お帰りになるんですね。今日はとっても素敵なお誕生日会になりました。また来年参りましょうね。うん、やる。バイバイ。はい。え、なんかもう泣きそう。なんかすごい泣きそう。え、もう一回入ったら。ハッピーバースデー。自分、誕生日をお祝いしてもらった。かわいい。よっしゃ、できたよ。着替えました。ゴキブリブチ。プップさんの家の中初公開じゃない？何気に。さっきケーキ開けたよ。ケーキこれだった。あれ。よいしょ。よいしょ。ケーキこれだった。これ何？これひよこ？ひよこの絵これ。あんたはまだひよこよってこと？はい。さあ、家の中はね、特にね、まだ、完成してもないので、別に見せないことにします。ここはお気に入りだよ。ここはお気に入り。へえ、秋の風景はこうなるのか。よいしょと。見て、いいでしょ。いい感じじゃろ。え、待って、どうやってやるの？あー、戻った。あれ？あれ？あ、びっくりした。いけなくなったんかと思った。いろんな花をね、バラバラに置いとるんよ。それでね、至るところからね、ブルーおにぎりが流れるようにね、オーディオ3つもつけとるんよ。で、ここからよいしょってね、一本道行けばね、よいしょ。まだ全然作ってる途中なんだけどね。ほれ、プライベートピーチにつながるのさ。っていう寸法さ。いつかね。あ、違う。間違えた。もう一回降りる。いつか出来上がりを見せたいよね。全然。なんかね、あつ森ね、やってるとね、廃人になるんだよ。すげえ、すごいプープーなってるね。プープーの音結構拾ってんじゃないかな。ねえ、プープーちゃん。こらこら。プープーがうるさいぞ。あれ、あれ？待って、いけんくなってる？まさか。え、待って。なんでなんでなんで。アップデートか？アップデートなのか？行ってくれ。あ、いけた。びっくりした。はい、ここね、知ってる人じゃなきゃ渡れないとこなんですよ。つまりね、ここから行ったら行きにくいけど、私の家からは自由に行けるっていう秘密の花園なんですね。マメマメよ、あんた。さあ、これを聞いて終わりにしようかな、そしたら。来たね。今日の主役は君だよ。今日、それ読んだわ。それじゃ、早速聞いてくれるかい？聞かせて。OK。それじゃ、演奏するから席についておくれよ。どうせ立つけどね。
プップミルクの誕生日にふさわしいこの曲をプレゼントするよ。君の誕生日。二人しかいねえ観客で、もっといっぱいいてほしい。あ、大切なポップミルクくんへ。誕生日の主役は君だけど、自分のことのように僕はとても嬉しいよ。心からこの言葉を送るね。ハッピーバースデー。トゥ、ポップミルクくん、ストローより、スタッフロールじゃないんだ。嬉しい。そうなんだ。なんかいつも通りのやつかと思ったけど。嬉しいな。あ、光ってるなんか。大好きなプップへ。お誕生日おめでとうございます。私とお友達になってくれて本当に嬉しかったです。これからの一年もあなたと一緒に過ごせますように。楽しい一年にしましょうね。心を込めて、グミより。あー、グミー。グミちゃん。てかさっきはめっちゃ忙しく喋ったけど、もっとゆっくり喋ってよかったんだね。なんかすぐ消えると思ったからさ。あ、嬉しいな。いつも大きに、プップミルクさん。プップミルクさんのお誕生日なんですってね。ほんまにおめでとうございます。楽しい一日を過ごせているかしら。また、うちの仕立て屋にも来てくださいね。どうぞごひいきに。おめでとう、絹代より。嬉しい。嬉しいよ。うん。すごいね。ありがとう。プップミルクさんへ。ついこの前プップミルクさんと知り合ったばかりだと思ったのに、月日が流れるのはあっという間ですね。毎日を大事に噛みしめて年を重ねていきたいものです。またいつでも遊びに来てくださいね。おめでとうございます、あさみより。あー、あさみさんね。うん、あー、いいね。エモーショナルなコード進行だね。ハッピーバースデーだって、ありがとう。今日のこの曲をプレゼントさせてもらったよ。後で持ち物を見ててごらん。心からおめでとう、ありがとう。はい、ということでね、あつ森でいつもやってるルーティン的なものもね、一通り済ませてきました。この放送もね、ここら辺では終わりにしようかなって思います。はい。ちょっとでも見てくれた方もね、そしてずっと見てくれた方もね、本当にありがとうございます。いや、収録時点はね、収録してる日はね、誕生日前日だから、もう本当これから楽しいことするんだけどね、誕生日のなんだけど、誕生日当日でこれをプレミア公開することによってね、みんなとね一緒になんか共有のね、なんかそういう時間をね持つっていうのもね、なんかちょっと楽しみだったからね、楽しかった普通にね、収録してる時点ではね、私一人がね、ずっと楽しんでるんだけどね。まあ、これは見てね、見てくれてる人もね、楽しんでくれたらいいなーって感じだね。でね、せっかくだからね、私の新しい一年のね、抱負っていうのかな。せっかくだからね、言おうかな。まあ、ぶっちゃけ言うと、もう来年中に1000人、チャンネル登録者1000人ね、行ってね、ウームネットワークにね、入りたいなって思いますね。はい。ただね、私自身頑張って、ね、投稿頻度上げようとは思うけど、あくまでマイペースにやっていけたらなって思ってます。まあ、それの理由が、まあ、娘と一緒にいる時間をね、大事にしたいというか、まだ編集終わってないのに、なんか娘がぐずってて、
終わんないし、イライラするみたいな気持ちになりたくないし、なんだろう、やっぱ編集してる時って娘をずっと一人で遊ばせてるわけじゃないですか。まあ、あの、隣の部屋で、あの、引き戸全部取っ払って、もう丸見えにね、ちょっとね、横目に見ればね、娘がね、すぐ見れる位置にはね、いるんだけども、まあでも、外に遊ばせたいし、ね、なんか触れさせたいし、コロナでなかなかできないからね、なんか、その、児童館に行くことはできないから、なんか家で過ごす時間をなんか充実させたいっていう気持ちが、まああって、そんなこんなで、まあ、自分のね、家族のことをね、おろそかにしたくないから、あくまでマイペースにやっていこうと思ってます。はい。ということでね、よかったらね、高評価ボタンとね、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。あとね、ツイッターの方がね、出没頻度ね、高いのでね、もしよかったら概要欄にリンク貼っとくんで、フォローしてくれたら嬉しいです。はい。じゃあまた次回のね、動画でお会いしましょう。バイバーイ。